輪2輪あと1輪の大型スポーツバイク2軒苗軒を受注生産にて発売。全国の2軒取扱店にて9月13日より予約受付を開始した。苗軒は取引にも採用している LMW テクノロジーに専用開発した新ステアリング機構 LMW アッカーマンジオメトリを追加。 LMW ならではの安定感だけでなく、スポーティーで滑らかな旋回性や自然な操舵性を実現した。また外側辺持ちの倒立式タンデムフロントフォーク 410mm トレッド座軸ステアリング機構により45度のバンク角を実現。座軸ステアリング機構は約50対50の理想的な前後重量配分をもたらし、優れたハンドリングにも貢献している。フレームは後方と材質アルミ&スチールを使い分けたハイブリッドフレームを採用。リアアームは優れた剛性・強度バランスを持たせるためアルミ鋳造プラスパネル溶接とした。ディメンジョンもトレッド、キャスター、リアアーム調などを整え優れた旋回性を実現した。またフロントタイヤはスポーツバイク並みのハンドリングと優れた走行性能を発揮するため、内見専用 120÷70R15 の V レンジタイヤをタイヤメーカーと共同開発。優れたグリップ性、耐摩耗性、ウェット性能を発揮する。スタイリングのコンセプトは、ニュータイプオブアジリティ&コントローラビリティ。フロント2輪とタンデムフォークをタイヤ外側に配置した新メカニズムを生かしたコントラストの強いシルエットにより上質でエキサイティングな走りを予感させるスタイルとなっている。またカラーリングは上質感あるダークグレーメタリック色を基調に、ヤマハレーシングスピリットを示すブルーをホイールなどに配し、攻めの LMW を表現した。パワーユニットは、MT-09O エンジンをベースとした、最高出力116ps の 845cc 水冷4ストローク直列3気筒 FI エンジンを搭載。クランク完成モーメントの最適化、MT-9比18% 増、および FI セッティングにより、スポーティかつマイルドな操作性を生み出している。また、トランスミッションは、YZFR1 と同じく強度に優れた素材を採用。スポーティな走りに対応する。その他、唐突なエンジンブレーキの発生を解消するアシスト&スリッパークラッチや、シフトアップ操作を支援するクイックシフトシステム、3つのエンジン特性を選べる D モード、走行モード切り替えシステム、スムーズな走行性を支えるトラクションコントロールシステム、高速道路走行時の疲労度の低減に貢献するクルーズ。価格は178万20。